こんにちは、明星和楽チャンネルです。今日の企画はコロナに負けるの抹茶直伝生活改善、イエーイ。今回は筋肉紳士集団オールアウトさん直伝のお家でできる簡単な運動方法を紹介していきたいと思います。今日から2週間この4人に頑張っていきたいと思います。それではコロナウイルスに負けないように一緒に健康になりましょう。まずオールアウトさんについて教えてください。普段どういった活動をされているんでしょうか。はい、私たち筋肉紳士集団オールアウトチームで活動しておりまして、全国に500人近いマッチョをネットワークしていて、私たちの肉体を通じていろんなイベントを参加したりとか、マッスルカフェっていう筋肉と戯れてもらうイベントを各地に開催していて、そこで我々の肉体の魅力を感じてもらったりとか、魅力を気づいてもらって、ここから少しでも体作りに励む人たちが出ればいいなと思って活動しています。大きな目的としてはフィットネスを進行させることによって、医療費削減であったり経済発展など社会活動に貢献していきたいと思ってやっています。実際これからやっていく運動について教えてください。今回皆さんにチャレンジしていただきたいと思っている運動なんですが、4つのトレーニングに限定させてもらいました。その4つは理由がありまして、いわゆる大筋群という言葉があるんですけども、人間の筋肉の中でも3つの大きな筋肉ですね、足と胸とそれから背中、この3つが筋肉の体積でいうと非常に大きいので、それだけ大きな筋肉を使うとエネルギーをたくさん消費します。要するに車でいうと、こう非常に原型悪い車になって、どんどん食べたものをエネルギー消費するので、その大きな筋肉を使う運動をご紹介しています。でまず1つ目がスクワットですね。はい、スクワットはキングオブエクササイズと言って、トレーニングの王様とも呼ばれているぐらい非常に運動効果の高いトレーニングです。でこれは下半身を鍛えていきますので、お尻や太ももなんか引き締めに非常に有効です。それから背中のトレーニングですね。背中は、今回は自重の運動です。スーパーマンというトレーニングをやってみます。それともう一つが、プッシュアップといって、これはいわゆる腕立て伏せのものになります。でプッシュアップというと、例えば男性の方だったら、比較的できるんですけども、女性は、いわゆる皆さんが寸法やるようなプッシュアップというのは運動の強度が高すぎたりするので、ニーニングといって膝をついた状態で行っていただく運動が比較的やりやすいので、こちらをご紹介します。で最後になるんですが、最後は、筋肉の、大きさでいうとそんなに大きくないんですけども、腹筋ですね、お腹の引き締め整えたいとしていると思うので、最後は腹筋運動でクランチという運動をご紹介します。でこの4つの、運動で足と胸と背中でお腹をトレーニングしていきます。で肩や腕なんかは、今の足、胸、背中の運動の中でも比較的使っていくので、結果的に全身を、ある程度トレーニングすることができますので、これで進めていきたいと思います。運動してても何でも食べていいってわけじゃないと思うんですけど、そういう食事で気をつけることっていうのを教えてください。まずは食事のポイント、一つ目が糖質と脂質、これは抑えて、タンパク質や野菜をですね意識して、摂取していくように、ちょっと多めに摂取するっていうのがポイントですね。はい、はい、で大体皆さん100ですもんね。そうですね、大体皆さんの食事一般的にはもう糖質脂質が肩になっているので、取りやすい食事になります。はい、でそこをまずはしっかりとね、自分で意識的にその糖質脂質は抑えていくってことがまずポイントですね。はい、
2週間お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんいかがでしたでしょうか。きついきついです、ね、マジできつい。めっちゃきついか。2週間で体の変化とかありましたか。姿勢は良くなった。確かにちょっと良くなったというか、意識にするようになったのが、なんかこうパソコンとかやってもやべやべやべみたいな、なんかこう、多分これなんか女子だけなのかもしれないんですけど、なんか下っ腹と腕が2週間前に比べてへこんだかなって。確かに確かに。私そのトレーニング始めて毎日2リットルぐらい水を飲む癖を意識してたんですけど、したらすごいなんかめっちゃ健康体になって、水ってそんな飲まなきゃいけないみたいな感じだったんですけどもう超スーパー便秘だったので治ったんですよ。へえ。そういう毎日毎日健康みたいな感じ、それが一番嬉しかった。お父ちゃんとか食事とかなんか作ってくれたやつあるけど、どんな感じだった？なんか例えばその夜をその糖質オフ、サラダチキンとブロッコリーをまあなんか永遠ループで食べてた。写真がポッと出てたかもしれんけど、上に多分ね、ここら辺にはポッと出てる。ブロッコリーってサラダチキンがここら辺にモーンって出てる。うん、こう味付けもポン酢とかにして、うん、他にも気をつけて、すごいさっぱりだ。みんな2週間頑張ったなりにはいろいろいい結果が。筋トレきっかけでね、健康に気を使うようになった。なんか筋トレが全てじゃなくて、筋トレし始めたことで、あ、これちょっと気をつけようみたいな、うん、確かに、がいっぱい生まれてきて、結果健康になったんで、はいはいはい、私その筋トレの時間っていうのを設けるのがちょっと苦手だったから、うんうん、スクワットとかをテレビ見ながらとかしてたら、なんか癖づいて、最近もずっとなんかしてる感じに、なんかテレビの時間も無駄にしてないぞ、私偉いみたいな。まあそんな感じで、いい習慣づけになったかな、うんうんうん、ということで、皆さんお疲れ様でした。よろしくお願いします。さあ、今回の動画いかがでしたでしょうか。2週間みんなでトレーニングを続けてみて、この自粛期間中のいい健康づくりになりました。この動画いいなと思った方はグッドボタンとコメントお願いします。明星和楽ではこれからもどんどん動画を配信していく予定なので、チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。